どうやら、因果率を理解するようになったらしいんだよね。お<う>つまり、こういう原因があって、こういう結果になってるんです。<う>で、要は文章、長い文章を読ませると、そこの中に時間軸が出てくるじゃん。うん、うん。穴埋め問題解こうと思ったら、因果率を理解するしかないんで。うん、うん。そう、並列とか、統治とか、因果率とか、なんかそういう、こう、 なんか時間軸っぽいことを理解するようにならないと、うん、理解しないと、うん。穴埋めドリルは正解率が上がらないんですよ。それ結構あれですね、やっぱもまあ今ですら、今も物語をいっぱい型を覚えてるから、物語について提案しますけど、なん,んですかねあ、新しい物語とかって、例えばワンピースでもいいんですけど、うん、進撃の巨人とかも、うん。 その物語の中だけのなんか因果があるじゃないですか。うん。その、進撃の巨人の中のいろんな法則とかって、ちょっとよくわかんない法則なんだけど、一応、あ、そういうことかってなんか読みながらわかるじゃないですか。うん。まあガ、ガンダムとかもそうですよね。ガンダムの中だけで、オケーななんか物理法則みたいなのが存在して、それで楽しめたりとかするじゃないですか。うん。なんか、そこのちょうどいい嘘の具合っていうのが、 うん、人間が納得できる物理法則とは違う因果みたいなのをみんな見つけて説明したりとか、ちょっとずつリアリティおかしいんだけど、まあ楽しいみたいなのを見つけるのが、今までは人間じゃないと絶対できなかったのが、うん、それができる人が少なくて作家だったのができるようになってきそうですね。そこの OK なグラデーションを把握しそうですね、AI が。うん、でそれよりも俺はこのね、因果率を どうやら理解してるらしい。その学習のさせ方を考えると当たり前。